で、まあこれの続きなんですけど、まあとりあえずさっきの動画ではこの羽の部分をちょっと修正しましたという、修正というかサイズをですね変えましたという話ですね。まあこういう感じでよくアニメとか、なんていうんですか、まあちょっと最近は特撮ものですよね。ジャパニーズ SFX コンテンツですよね。仮面ライダーとか、あとなんとか戦隊みたいなやつっていうのも CG だいぶ使ってきて、なんていうんですか、派手になってきたんですけど、まあ、おそらく爆破が鉱山とか使えなくなってきたということだと思うんですけど、鉱山がもう閉鎖でもう産業廃棄物処理エリアみたいになっちゃってるから爆破とかできないんですよっていうことじゃないかなと思うんですけど、だから昔はどちらかというと爆破がいっぱいあってそれなりに面白いなと思ってたんですけど、そういえば、何だったかな、遠山の金さんがなんかで梅宮達夫が爆死するみたいなやつが再放送でテレビ愛知でやってて、あ、梅宮達夫が爆死したっていうシーンにすごく、心が動いたという最近の出来事がありましたね。で、ぐりぐり動かしてるだけじゃないですか。いや、まあその通りなんですけど、だいたいあらかた終わっちゃったから どこいじってこう。とりあえずここ何もないから背骨をいじってもいいんですけど、ここら辺に お腹下腹部あたりのモールドがここだけで終わってるから、ここに出さにはいけないんですけど、まああれですよね、ここにはあれですよ、なんちゅうんですか、なんとかメガ粒子砲とかがあるんですよね、おそらくね。ここら辺にはサイコミュー兵器とかがあって、ここら辺にはメガ粒子砲があるんですよというイメージだと思うんですよ、私の世代で言うと。ファンネルとかつけなきゃいけないから、ファンネルとか考えていかなきゃいけないですよね。ファンネルって何かと思ったら F1 にもついてたんですよ。意味が違うんですよね、ファンネルの。いや、まあだからそういうメカとかやってると、そういうの多少車とかに興味がある人はそういうところにも同じようなその名称が出てくるから気にはなるんですよね。ただ車にあまり興味がないっていうか、車の方が興味があるからメカ的なもので、そういうところから取ってきたんだろうなという感覚だけになっちゃうから、あまり業界、そういう SFX 業界からすると考え方がある意味ネガティブになっちゃってるんですよ。で、まあここら辺に背骨みたいなものを作るっていうので考えた場合に、ここの頭使おうかなっちゅう話ですよ。これをまあコピーでペーストするじゃないですか。で、ムーブで、まあちょっと下げるというか、ちょうど背骨のあたりに持っていかなきゃいけないんだけど、まあここら辺ですよね。まあとりあえずここら辺に置いといて、まああれですよ、この下のやつをやるとこれ全部ばらけていくんだけど、遠くに行きすぎてちょっとわかんないな。どこに行ったのかな。でこれ戻ってくるんです、ここの一番下のなんか放射線に出てるやつをやると。これは何に使うのかよくわからないんですけど、すごいでかいな。いや、これ何に使うんですかね。ちょっと、聞いた方が良かったのかな。これぐらいかな。これぐらいでやるといいんですかね。ちょっと遠くに行きすぎてるから、これ設定もあるかもしれないですね。
これなんかそういう暇です。今月もあったというか脳みそが固まった時にちょっと暇つぶしみたいなのに使うんですかね、これは。でまあこれがあるからまあちょっと背骨のパーツっぽく見えるように作りたいんですけど、どうやるかというと、まあ、Z モデラーでこの面を選択して、旧メッシュですよね、旧メッシュで、まあ、シングルポリじゃなくてポリグループ、アイランドにして、ちょっとこの面、あ、ちょっとポリグループアイランドにする前にポリグループにして、あ、シングルポリにして、ここを同じ色にするんですよ。で、もう一回選択して、旧メッシュでポリグループアイランドにしといて、これ飛び出させるんですよね。で、この面を選択してまた Do Nothing にしといて、こうやって再形状をいじってくるんですよね。そうは言っても私の場合は戦隊ものに関しては言うほど見てないんだけど、チャップリンの映画見たよという話ですよね。チャップリンの映画はそういう人よりは見たと思うんですよね。なんか関係あるのかって言ったら、笑いに対しては多少は見たよ。それぐらいの昔のやつは見た。だからそういうのからリスペクトっていうか、パクってやってるのは知ってるよ、部分はあるよという話ですよね。あまり言わないのは、そういうフィギュア関係の仕事をしているから、芸能関係のそういう揶揄をすると仕事がなくなってしまうからね。いや、チャップリンとかっていうのはみんな知らないと思うんですよね。ただ私も知らない世代なんだけど、衛星放送とかでやってたから知ってるんですよ。そういうのがたまたま芸能関係者より見てる場合があったから具合が悪いんですよね。まあこれも、いやだからあんまり語りたくはないですね、そういう部分をね。面白いな、面白い、動きをしてる、なんていうんですか、アクターがおるな。サイレントでっていう、あれも最後に殺人狂時代って言って語っちゃってるから、よほど語らざるを得なかったんだけど、語ったら終わりだよということを言うてるのかもしれないですよね。パントマイムに近いようなサイレントの、役者が語ってはいけなかったんだ、最後に語らせてくれということだったんですかね。いや、その私自身はその戦隊ものを好んで見てるわけではないんだけど、たまには見てるし、そのアメリカのアイアンマンとか多少見てるわけですよ。でそういうアメコミの好きな人ほどは 見ないんですよ。だからそういうほどは知らないんだけど、こういうものは嫌いではないんですよ。でこういうものを、これだけ見ると魚にしか見えないんですけど、いやだからこういうものをこんな状態からどんどん作っていくんですよね。でそういう、まあ、その業界のプロみたいな方でやってる人で作れる、特に作る、まあ、最近だと思うんですけど、作るっていう人はこういうベースのやつをいろいろ組み合わせて作ってるという感じらしいんですよ。だから元のどうしてるんですかって言ったら、例えば機関車のシリンダー、まあ、要するに動いてる部分とか車輪とかあるじゃないですか、そういうデータをいっぱい持ってるらしいんですよ。
でそれをそのいろいろ組み合わせていくっていう感じで作ってるんですっていうので、そのそういうものを使うのもあれなので、まあ、と時としてその元ネタが分かっちゃう時があるんですよね。これはあの乳製飲料の容器使ってますよねっていうようなことを言われると嬉しくないんだよという人はだから使わないということだと思うんですけど、ポリグリップか、これでどういう感じに引っ込んでいくか分かんないんですけど、それでポリ救命紙にして、これこうやると引っ込んでいく、引っ込まないですよね。こういうのが痛いんですよね。このラインがちょっと多いんで、デリートか、デリ、ちょっとラインを選、あ、エッジを選択して、デリートで、エッジループコンプリートですよね。で、これだとここは減るんですよ。まあ、これ以上減らないんで困ってるんですけど、まあ、このあたりがちょっと厳しいなというので、面選択して、ポリグループか、ポリグループでこれだけ選択して、面選んで旧メッシュでちょっと出してみようかという話ですよね。でまあこれで面を動かないように、あ、ちょっと勝手に動かないように、Do Nothingにしといて、それでまたここでいじっていくんですよ。まあ、いじっていくというか、まあ、今点がちょっと点じゃなくて線か、エッジが動いちゃうから、もう Do Nothingにしといて、点だけ動くように、点っていうかあのドットの部分ですよね。まあ、このとこはいらないっちゃいらないんですけど、こういうとこを消すのがちょっと厳しい、時が、まあ、ちょっと引っ込めたかいいんですけど、まあ、どちらかというとこういうのをフィーリングでやって、なんか何ていうんですか、ポリゴンを作るプロがいるらしいんですよ。ポリゴンを作るプロって何だったかな、リトポが得意な人がいるんですかね、リトポだったかな。まあ、リトポロジーって言って、あの表面に色をつけるためにポリゴンを分割していくっていうのがあるらしいんですけど、今機械で、機械中は自動生成なんですかね。いや今頭の中っていうかイヤホンではビートルズを聴いてるからね、かなりテンションが高くやってるんですよ。あの作業中あんまり音楽とは聴きたくないっていう人もいるかもしれないんですけど、私はどちらかちょっと音楽を聴いて作業したいというタイプになってるから。頭というか左側のイヤホン、左側にイヤホンをつけて、左側ではビートルズが流れているという感じですね。まあ、ビートルズの熱狂的なファンではないんだけど、ビートルズの、コミカルな部分ですよね。まあ、どちらかというと何ちゅうんですかね、ビートルズが映画を撮りたかったんだみたいなあたりのビートルズですかね。変なパフォーマンスが好きなビートルズって言ったらいいんですか。
だからビートルズのそのコピーバンドっていうのが日本にもいっぱいいるとは思うんですけど、どちらかというとあれですよね、フォーマルな感じのビートルズをコピーしてる方々が多いじゃないですか。私はどちらかというとそういう、なんていうんですか、子供しかにしか受けないよっていう話ですね。まあ、例えばゴレンジャーの音楽、オープニングの音楽とか、ああいうのもビートルズが微妙に入ってるイメージがあるんですけど、でこんな感じで、まああとここちょっと出した方がいい、ここのところをまああれですよ、またポリグループで、で旧メッシュですよね、旧メッシュで、まあこんな感じですよ。でルーナッシングにして、この辺りはちょっとモデリングをしているのか、ただ単に形状を適当にいじっているだけなのかの、その境界が曖昧な感じではあるんですけど、でこれでなんかあるの、まあだからあれですよね、これちょっと色があれなので、ポリグループっていうのはここら辺にあるんですけど、これでグループビジブルですね、これ全部色変わるんですよ。でちょっとここら辺があのなんていうんですか、ポリゴン的にちょっと微妙なところがあるんで微妙というか、ちょっとなんていうの、三次局面になりすぎるっていうやつですよね。まあだからこの単体でなんとなくそれっぽいイメージにならんかなという程度に作ってるだけなんですけど、まあ、これを重ねていけばあの背骨っぽくなるかなという形状ですよ、要するに。でまあこれ大体できたんですけど、まあ、ここに1個あると、まあ、それっぽく見えるわけですよね。いや好みは別ですよ、好みは別だけどそれっぽく見えるじゃないですかっていう話です、人から、まあ人によっては。でまあちょっと移動して、まあ、こんな感じですよね。どうでもいいというか、でまあこれを、どんどん足していくんだけど、まあ個人的にはこれ逆にしたいんですよね。まあここはこれでもいいんだけど、まあこの下は逆にしてい きたいかなという部分があるから、それか、2種類作って2つ一緒にして出していくっていう話ですね。まあこんなもんかな。まあこういうのはこういう感じでよくあるわけですよね、メカモノに関しては。で、でこれをまあコピーでペーストですね。でちょっと見えにくいから、ちょっと外側に持ってくるんですよ。でこれもまたコピーペーストですよね。でちょっと持ってくるわけですよ。でこれをちょっと逆側にしたいから、
デフォーメーションですよね。デフォーメーションのミラーで X にするとどうなるのこれ。X じゃない、Y かな。Y でミラーですよね。そうするとこうなるから、こんな感じになるわけですよね。で何をしようかというとこういうものの、で縮小をかけるわけですよ。でちょっとこれじゃでかいから、これもちょっと小さくして、でこれもちょっと小さくしていくわけですよ。まあ、イメージの話で申し訳ないんだけど、こういうまた一個のパーツを作るわけです。で、まあこれで、これがちょっと大きいかなっていう感じだから、これをとりあえずギズモを切って、こうやってちょっと小さくするんですね。小さくちは圧縮するんですよ。で、圧縮しようかなという感じですよね。でこれがちょっと色が同じだと分かんなくなるから、ポリグループにしてグループ、ビジブルにすると色が変わるんですよ。で色を変えておくと、これサブツールで1個にまとめても分割が可能になるので、でサブツールで、まあ、これで、まあ、これを1個残しておいてもいいんですけど、まあ、これ1個残しておいて、まあ、これコピーでペーストですよね。で、これをまあちょっと見えないようにしておいて、これを上のこれとこれをまあマージダウンっていって、1つのサブツールにするっていうのがあるんですけど、マージダウンか。で、OK にすると1個になるわけですよ。で、そうするともう一つのギズモで動かすことができるから、まあ、これギズモにしといて、まあ、これサイズはまあ、もうちょっと小さい方がいいかな。これで、黄色いとこを選択して、難しいところに来てしまってるから、まあ、中心ぐらいがちょうどいいかなという話ですよ。で、まあ、これでちょっと小さくしてですね、それで背骨のあたり持っていくというやつですよね。で、ちょっと見えにくいので、こんな感じにしといて、回転させて移動ですよ。まあこんな感じですよね。まあこれのサイズというのは適当なんで、まあこんな感じなんですけど、とりあえず背骨のパーツが1個できた。いやだからこういうのというか、なんかあれですよね、例の特にこういうのをやってるんですというふうに言うようになったら、そういう業界ことごとく無視されるようになっちゃって、なんでかなと思ってるんですけど、まあ現状でいうとここまではできたよ。今背骨のところを作っているねという感じですよね。とりあえずこれで今24分になったので一回終了します。